演舞開演。どうも、先日ミスタードーナツのショコラカーニバルの紹介を見ましたが、ショコラカーニバルと同時にこんなものも発売されていました。それが油分 40% とオイルカットドーナツです。こちらはプレーンですね。オイルカットということでカロリーも低いみたいです。では味はどうなんでしょうか。食べてみます。いただきます。なるほど。しかしこれはもっちり系のドーナツですが、プレーンなのでドーナツというよりはパンのような印象でした。生地の美味しさを純粋に楽しみたい人にはおすすめですが、そうでない人には物足りないかもしれません。というわけで続きまして、こちらきなこバー、きなこがかかっているバージョンです。こちらもいただきます。うん、これなら美味しいです。きなこは食物繊維も豊富ですし、やっぱり生地に何かがかかっていると違いますね。わらび餅のようなきなこの香ばしさが口の中に広がって、もっちりとした弾力のある生地と合わせると洋風わらび餅のような印象を受けて美味しいです。そして最後はこちら紫芋です。最後の最後にちょっと変化球が来ましたね。ではいただきます。紫芋の甘み、優しいです。紫芋の優しい甘さを生地の弾力とともに噛み締めることができて美味しいです。この3つで大体普通のドーナツ1個分くらいのカロリーになりますので、まあカロリーだけ気にしても仕方ないとも思うのですが、ダイエット中の方にもおすすめできるドーナツだと思います。それでこれだけあれば、これだけの味が出せるのであれば満足です。どうかシリーズ化を希望します。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。